はるにちは、矢野はるです。今回は湯布院をまったり歩きます。劇団の寮にこもっていても寂しいだけなので、車を借りられた日はどこか遠くに行きたくなります。うわー、山きれー。とりあえず2時間車を運転して疲れたので足をケアします。湯布院駅では200円で足湯に入れます。ホームに足湯があるって珍しいですよね。湯布院には無料で足湯に入れるところも多いのですが、こちらはタオルもついてくるし脱衣所もあるので、女性の方がストッキングやタイツで来ても安心です。早速入ります。ちょっと暑い。足湯券もポストカードになっていて旅の記念にもなります。とってもまったり。ざっくりとした地図、なんだかお腹が減ったなぁ。ということで美味しいものを探します。醤油プリン美味しそう。チーズ好きにはたまらない。あ、私の大好きな爆弾焼きだ。芋大学、みんな大好き唐揚げ。選ばれたのは金賞コロッケでした。日本一のコロッケだって。メディアでもたくさん取り上げられてるみたい。注文してから揚げていただけるので本当に熱々。いただきます。食卓に並ぶコロッケよりも外で食べるコロッケってなんだか美味しい。もぐもぐもぐ。湯の坪街道をお散歩。本当いろいろなお店があるな。九州で一番幸運なお店、気になる。鉄腕アトムとスパイダーマンのコラボ。人生で初めて髪をピンク色にしたらみんなから反抗期って言われました。 A ご名答。トトロ、くまモン、そしてミッフィー。ミッフィーのパン屋さんとかかわいい。おしゃれなお店、和風なお店、かわいいお店、ハンドメイドなお店、こちらもハンドメイドなお店。路地を曲がっても楽しい。あー、おやきだ。私、千葉県出身なのですが、生まれ落ちたのは信州長野なので、おやきが大好きなのです。いろいろな種類があるけど甘いものが食べたいので安納芋にしました。じゃじゃーん。外はもっちり、中はホクホク。髪食べるなよ春日。
外がすごく寒かったので少し温まりました。インスタ映えしそうなスイーツたち、とってもカラフル。原宿にありそう。選ばれたのはあまおうモンブランどら焼きでした。すごい、このボリューム、いちご好きにはたまらないって人力車のお兄さんが言ってました。やばい、おいしい。クリームをスプーンですくって食べて、いい感じに減らしたらどら焼きにかぶりつきます。もちもちしてておいしい。焼きたてゆえすぐに頬張るべしと書いてありますが、モンブランがボリューミーすぎて頬張るのは至難の業でした。髪食べるなよ春日、たまに髪食べてから気づくよね。私だけでしょうか。これは湯布院に来たら絶対食べていただきたいスイーツです。今度は劇団の友達と来よう。一人旅に出るとよく猫に遭遇します。九州自動車歴史館だって。アイラちゃん好きそう。竹久夢二先生好きだから気になる。スヌーピーだ、かわいい。こういう顔はめ看板って自撮りするの難しいんだよね。おいしそう。続いて湯布院フローラルビレッジに行きました。こちらはイギリスのコッツウォルズ地方の街並みを再現した新しいアミューズメント施設です。こじんまりとした街並みがとっても可愛い。ここで撮影会したら楽しそう。アヒルのジマイマのアヒル？小さなお家の中はすべて有名キャラクターたちの可愛いグッズが並んでいる雑貨屋さんになっています。ポケモンに、ハラペコアオムシくん、ピーターラビット、不思議の国のアリス、ムーミン。ムーミンのキャラクターの中では誰が好きですか？私はニョロニョロが好きです。だ、ここだけちょっと別空間。こちらも湯布院に来たら絶対外せないスポットです。湯布院ガラスの森だって。待って待って、矢野春の本体がいるんだけど。犬屋敷の向かい側は猫屋敷でした。歩いていたら地ビールを発見。これは買うしかないでしょう。選ばれたのは飲みやすそうなこちらのビール。近隣湖へはこちらが近道らしい。光さんが好きそうな猫。恋恋通り。恋がいっぱいいるのかな。
恋にご飯をあげることなく先を急ぎます。多分こっち。あった。たどり着いた。とりあえず一周します。天祖神社にお参り。チャンネル登録者数が増えますように。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。金輪湖を眺めるにはいいスポットです。温泉もありました。1884年、明治17年、儒学者である毛利空想が湖で泳ぐ魚の鱗が夕日で金色に輝くのを見て金輪湖と名付けたと言われています。千葉から阿蘇に来て本当に歩かなくなったので、今日はたくさん歩けて楽しいです。ちょっとおやつ。本当にそのままプリンがサンドされています。お土産に買うはずが、今食べますか、冷凍されてないのもありますよって店員さんに言われたので、反射的にはいって答えちゃった。なのでお土産はこちらのお団子にしました。帰りに湯の平温泉に寄りました。石畳が有名な歴史ある温泉です。伝承では鎌倉時代に始まるとされ、現在の温泉街の景観ができたのは約300年前の江戸時代と言われています。映画男はつらいよのロケ地にもなっており、この石畳と提灯をバックに写真を撮ったらとても映えること間違いなしです。結構急な坂道。とりあえず一番上までテクテク登ります。こっち。うわー、まだ続く。ここが一番上かな。石畳からちょっと外れた道もお散歩します。弁財天があるそうなので探します。あった。任務完了。本当は夜を待って明かりが灯った提灯を見たかったのですが、車の返却時間があるので残念ながら帰ります。寮に帰ってからは晩酌タイム。先ほど買ったこちらのビールをいただきます。ふぐ、開かない。開いた。玄米のいい香り。最近体重の増減が激しいので、お酒とお菓子の上手な付き合い方を模索しております。乾杯。
運転にあまり自信がないのに往復4時間くらい運転したからご褒美ということで、今日はハイカロリーを許してください。未来の矢野春日、おつまみは先ほど買ったインスタ映えそうなお団子。インスタの投稿頻度は少なめです。びっくりするほどのもちもち感、柔らかい。インスタ映えしそうな食べ物って見た目だけのものが多いけれど、こちらはお味も食感もパーフェクト。大優勝。私、大学生の頃はビールが苦手で甘いカクテルばかり飲んでいたのですが、箱根に一人旅した時にお酒がどうしても飲みたくて、コンビニは早く閉まっちゃったし、自販機にはビールしかないし、ビール飲んでみるかと思って飲んだところ、めちゃくちゃ美味しくて、そこからビール派になりました。子供の頃苦手だったものがいつの間にか食べられるようになったってことありますよね。私は小さい頃お肉とあんこが食べられなくて、餃子は皮だけ食べて中のお肉は姉にあげて、どら焼きは生地だけ食べてあんこは母親に食べてもらっていました。今ではどちらも大好きです。苦手なものがなくて好き嫌いがない子に成長しました。はい、完食。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。